こんにちは、ライワフィールドテスターの有岡忠介です。今日はですね、なんと、相模川に来ました。しかもですね、高田橋マスターズの激戦区ですね。そこで何をするかと言いますと、今回これですね、2024年度モデル、銀エアタイプ SH90 と XH90、 はい、このですね、相模川という河川は小石底なんですよね。基本的に小石底といえば A の竿というのがメインとなってきますが、今回ですね、この竿タイプ S にはない、このとにかくスペシャル競技よりもなおさら引ける竿ですね。この竿を使いまして、斜め45度の角度はもちろん、スーッと引いた上で、あっと思った時でバシッとこうタイプ S に特徴を生かしながら、はい、この相模川実況したいと思います。よろしくお願いします。相模川、今日の仕掛けです。竿はもちろんこれですね、銀エアタイプ S の H90 使います。はい、それで天井糸はフロロカーボンの 0.65、 それで糸はコンポヘビーの 007 で、付け糸は 0.45、 これフロロカーボンです。で、中ハリスはこれ 0.85 ですね。これはナイロンハリス使います。そして針はエアスピードの 6.55、 これでいきます。こういう革なんで、今回ちょっと背張りはつけずに、ちょっとノーマルで、A にはない引き感じをちょっと見てもらいたいなと、はい、思ってます。どのような釣れ方になるのか少し見えてませんが、よしよし、最頭目、ちょっと引くと言っても A ほどのこう力強い引きではないですよね。やっぱりエアタイプ S、 いきなり来た。よしよし、優しい引き、ゆっくりゆっくりした引きで、はい、1匹目。結局ですね、 A っていうのは極端な話、穂先が1曲がると戻る力が1に対して、おとりってその動きでどん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 引いていく竿なんですけど、タイプ S に関しては1引くと少しこうおとりがもぞもぞという感じですね。若干止まってるようなイメージ、動きたいけどちょっとこうどうしようかなっていう感じで、もう1回引くとやっと石をポンと飛び越える感じ。だからこのじらすというか、一点でじーっと少し溜めるというか粘るような感じが出てるのが、タイプ S なんで、その効果が結構強く出てると思います。だから少しこう同じような引き具合でも、おとりのスピードっていうのははるかに遅いですね。穂先が 1.1mm 長節なので、おとりの自由度が、ありつつ、あとは自分の力でこう、人の釣りの力がね、釣り人の力が少し勝ってるような感じで、あー、ほらほら、よし、2回追ってきた、2回。おー、両家じゃない、ほらほら、両家や、よし、両家でかっ。よし、ちょっと腹がかりなんですけど、メスのバギバギだよです。A や T に比べて正直動きは遅いです。この遅さがちょっとね、もう少し早く泳いでほしい、泳いでほしい、動いてほしいっていう気持ちはあるかと思いますけど、これがやはりですね、 A や T にはないマチですね。ワンテンポ、おお、ほら、ワンテンポ遅れる待ち、遅らせれる待ちと言った方がいいのかな。おー、両系じゃない、引き最高じゃない、これ背上がり、ほら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 、いいやつ、いいやつ、ほら、いいやつ、これいいんじゃない、これ、ほら、いいやつ、少し待つとボーン、ほら、こういうことですね。人流し目、同じところで反応があってももう一回流さない、少しずらしといて、もう一回この鮎に興味を見せるというか、位置を変えるというか、よしよし、おお、これ両家じゃない、ほらほらほら、両家、
よし、黄色いやん、黄色いやん、ほらこれ、おー、すごい、10月の魚じゃないみたい。さあ一通りこれ引きで釣ったんで、次は背張りです。背張り、よっしゃ。おそらくおとりの泳ぎというのはノーマルよりもはるかにスピードダウンしてます。これそれと若干横の振れですね、これが出てるはずなんですよね。定位置での振れですね。おお、これ逃げじゃないかな。この時に反応が出てるんで、ちょっとこうほらほらほら抑え気味で、うん、先ほど手前にフッと寄った時があれ逃げですね。そこを少し竿を張り気味というか糸をもう一回張り直した状態で来たんで、よしよし、理想理想、完全に乗ってきた魚。ちょっと向こうを攻めてみましょう。あの棚というか流れの当たるとこ、水当たりのいいとこ、今ほらほらほら斜めにゆっくりゆっくり送り出すと、これも量刑じゃない。風強くて、よいしょよいしょ、はい、こい、よし、こい、よいしょ、よいしょ、ふぅ、黄色いね、黄色いわ、すごい黄色い、ほら、いい感じの魚、すごい。あれノーマルだとおそらく素通りですね、あれ。うん、ああいう粘った動きというか、目印が粘る、ぐーっと重い動きが出にくいんで、ノーマルは。やはりここは背張り効果ですね。背張り効果とこのタイペスの 1.1 ミリの穂先、これがものすごくこう有効に働いているような気がします。ここは本当にこう一等落ちといいますか、まあ高田橋といえばここでしょうね。これ一本背ですね、一本背の背方、はい、ここでちょっと引けるタイプ S、 はい、それをちょっとやりながら実調してみたいと思います。ちょっと様子を見るような感じで、この時はもう本当に A や T と同じ扱いですね。竿の穂先、目印、おとりがこの流れに対してまっすぐ平行になるような感じで、それでおとりが、川底から浮かないようにできるだけ竿を伏せる、この状態でちょっと待ってみます。待つといってもその何分待つんではなくて、もういれば早い魚が、元気な魚がいると思うんで、本当によし、こういう感じです。よし、いい魚、いい魚や、元気な魚が来た。よし、うわー、量刑じゃない。おお、よういく、おい、よし、すごい元気、これですね、これ、すごい綺麗。小さな筋になっているんで重りつけます。 0.5 号ですね、鼻間上、本当に 1,2 センチのところに打った状態で、それで、流れの筋ですね、これ流れに差を合わすような感じで、ほら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 、来た、こういう展開がなるんじゃないかなと。よし、おい、よし、よし、重りもね、ある程度使いやすい竿になってます。というのもやはりこれは、何回も言ってますけど、穂先が大きくなればなるほど、竿自体が強くなればなるほど、重りってやはり大きくせざるを得ないですよね。結局穂先、竿を曲げ込むことによって水の中、おとりをこうなじますというか、そういうふうに持っていくんで、ただもう竿自体がここまでしなやかになってくると、
重りというのが本当に最低限、小さな重りだけで十分効果発揮するので、全てに対してこう気持ち的にも楽なおとり操作、はい、それができるはずです。もちろんトラブルも少ないですよね。引き抜き時に対してのトラブルとかも明らかに少なくなります。もっと強いところにしましょうか。よっしゃ、一番強いところへ、よーし、ふぅ、よし、 S90、先ほど取った高田橋から少し上流ですね、これ、葉山地区ですか、はい、そこに来ました。ちょっとここは川幅狭いんですけど、なんか結構でかいやつが釣れてるみたいなんで、次これですね、冒頭に言いました2024年度発売エアタイプ S XH の90、これを使って、ちょっと大きい量計狙ってみたいと思います。よし、行け。嘘やん、嘘やん、おい、おい、すごい斜め入れた途端シュードーンですよ。見ましたか、あの抜け方、一気抜き、よっしゃ、うわー、小さいけど、うわ、ちょっと小さいですけど、 H90 と全く異なるのはやはりパワーですね。よし、行け、よっしゃ、お、うわ、一気抜きや、一気抜きや、よし、すごい軽く抜ける。ここがやっぱり H90 と XH90 の差だと思いますね。同じサイズでもやはりね、もう本当に簡単に、まあ、これ20センチ足らずなんですけど、恐ろしいぐらい速攻的に抜けるのがやっぱり XH ですね。よし、馴染みがやはり A や T よりもはるかに速いんで、馴染みが速いってことは川底へ早く張り付きやすいんで、やはり弱りにくさというのは当然のように A や T よりも優れてるはずです。ほら、ほら、一気抜き、うい、よし、ほら、スカッと抜けるでしょ、スカッですよ。よし、よっしゃ、来た、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よし、終わり。ですね、今日相模川でほぼ1日ですね、ちょっと下流の天然素性の多いところと少し量計を求めてちょっと上流に上がってきました。そこでですね、 H90 に関しては本当にですね、こう回転というかおとりが弱らない、とにかく滑らかに滑らかに、回転よく釣れる竿に仕上げてます。それですね、 XH、今回ですね、それほど大きいやつは出ませんでした。正直22、3センチなんですけど、とにかくですね、この川に関して、まあ相模川これ全体的ですね、ベタ川に関してどちらの方が合ってるのかというと、オールマイティーさはこっちですね、引いてよし、止めてよし、全てをこなせるのが XH だと思います。はい、今日にかけてはですね、実は数回かがみ、相模川来てます、この川に。その時はですね、競技のタイプ S を使用しましたが、とにかく圧倒的な超過を出しているのは事実です。ぜひとも皆さん、2024年モデルタイプ S を使ってベタ川ですね、こういう小石底の川をぜひともこれで楽しんでください。有岡忠介でした。